As to Area 51, Wikipedia English writes as follows The United States Air Force Facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edward Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Helmy Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as restricted area 4808 North. Then, what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI or Counter-Intelligence for the Air Force Office of Special Investigation. エリア51とは何か近年になり、より多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死のベッドで、 死を覚悟して元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェントつまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です広志林、市松ママ・シテジャパン スティーブン・エム・グリア博士が「UNACKNOLEDGED」という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきますリチャード・ドティの証言 リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージャントつまりスパイであった8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地えつまりエリア51と呼ばれているがそれらの基地および他の基地において UFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた以下リチャード・ドティの証言私はネバダのテスト基地にいましたそれは現在ネバダ安全サイトつまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが当時は d e t 3テストセンターと呼ばれていました私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の d e t 3テストセンターと呼ばれていましたエリア51には実際には2つのサイトがありました d e t 3のテストサイトとグルームレイクですそしてそれから パポースと呼ばれる付属の施設もありましたそのパポースに地下基地への入り口がありました私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしましたそこでは大変きちんとした仕事がなされていましたエリア51にも施設がありソビエトの衛星が 上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったりソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていましたそこには二つの異なった複合建物がありそれらはすべて区画分けされていましたその中の一つにエイリアンの乗り物がありまた人間性の 半重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありましたその複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました 私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがありますそのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが彼らはそれを組み立てそれを飛ばそうと試みていましたがその多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社ジョンソンシステム社サンディア社ライブモア社ロスアラモス社テクトロニクス社などがありました GE モノトーラ社についてはモノトーラ社は巨大な施設を持っていてその施設の中で ET の通信機器がどのように働くかあるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていましたロッキード社もそこにありましたしノースロップ・グラマン社もありました当時は EG&G 社もそこに居を構えていましたジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでしたそれでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました彼には 多くのことが知らされていましたそのジーン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていましたジーン・ラスコウスキーは現在は引退していますが フルタイムでそこで仕事をしていましたそのポールが DIA つまり防衛スパイス組織の計画とプログラムのディレクターをしていましたポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました私が目撃した地下サイトの中で私は2機の 乗り物が重力に逆らっているのを見ましたそれは卵型のものでした大きさは多分10フィート ×20 フィートつまり3 m × 6メートルくらいでしたあまり大きくはありませんでしたそれには私たちがつけた着陸ギアがついていましたというのもその乗り物の構造には 合わなかかったからですまたそれにはほとんど液体のようにも見える縦紋つまり窓のようなものがありましたあなたがそれを見たらあなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょうが私は外観を見ただけでその内部は見ていませんで私は パポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ましたその施設の中を下へ降りていくとそれは右側の最初のベイにありました巨大な乗り物ですその乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えましたというのも壊れたような箇所があったからです がその表面および全てが奇妙に見えましたそれは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでしたパポース地下基地へと入り下へ降りていくと円形の実際馬蹄形の形をしたランプ つまり移動型昇降階段のようなものがありましたそこからはハンガー7の近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かりした通路になっていました途中にエレベーターがあり区分けされた上下空間がありましたバッジをつけていなかったらあなたはその中に 入ることはできませんそこでは全てがバッジシステムになっていましたしそのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていましたえつまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした前にも話しましたようにもしあなたがエイディアンの乗り物について携わっていたら 人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたがそこにいる間に私は 今までここに話してきたことに関して説明するように求められましたそしてある施設えつまり地下施設へと連れて行かれました私たちは階段を下りランプを下りましたがそこは巨大な空間でした私は実際は見ていませんが後になってアーニー・ケラーストラス氏からそこには エイディアンの死体があると聞かされましたまた、さらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。 the ufology site writes about mr. mark mccandlish as follows. mark mccandlish is an accomplished aerospace illustrator and has worked for many of the top aerospace corporations in the united states. his colleague, brad solenson, with whom he studied has been inside a facility at norton air force base where he witnessed alien reproduction vehicles or so-called arvs that are fully operational and hovering in his testimony you will learn that the u.s not only has operational anti-gravity propulsion devices, but we have had them for many, many years, and they have been developed through the study, in part, of extraterrestrial vehicles over the past fifty years. In addition, we have the drawing from aerospace inventor.

イラストレーターであり合衆国のトップクラスの航空機会社で働いていた人である彼の同僚でもあったブラッド・ソレンソンはノートン空軍内部の施設で一緒に働いていたのだがそこでブラッド・ソレンソンはエイリアンの再生された乗り物つまり ARV を 目撃したそれは完璧に動きそこでホバリングしていた彼の証言によれば合衆国は操作可能な反重力推進装置を既に持っているのみならず50年以上も前から50年以上も前から外惑星人の乗り物の研究を進め 外惑星人の乗り物の研究を進め何年にもわたってそうした装置を私たち人間が持っていたということになるそうした証言に加えて航空機会社の発明者であるブラッド・ソレンソンからエイリアンの再生乗り物つまり ARV の図面のみならずその装置の メカニズムの情報を私たちは入手することができたことの発端はスティーブン・ M ・グリア博士の「UNACKNOLEDGED」という本の中でマーク・マッカンドリッシュ氏の証言が 紹介されていたことによります、えー、スティーブン・ M ・グリア博士といえばこの世界では第一人者ですで画面を見ながら説明しますここに今お見せしているのがですねマーク・マッケンドリッシュがですねイラスト化したいわゆる外惑星人のビィークルつまり 乗り物ということになります説明によれば実に簡単な構造でできているそうですそしてこの装置を使えば宇宙をですね光の速さ以上の速度で航行することができるというのですそしてマーク・マッケンダルッシュはですねノートン空軍基地で これらの装置がすでに完成していてホバリングしているところまで目撃したというのですそしてその装置がさらに開発されてこのような航空機も完成しているというのです、まあ、あとはマーク・マッケンドルシュ氏の証言そしてスティーブン・ M ・グリア博士の証言を 信用するかしないかという問題に行き着くのではないでしょうか後の判断は皆さんにお任せします。 Does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows. When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings, Oxygen tanks and fuel tanks. This is where most, if not all science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I, Hiroshi Hashi, would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like? UFO の内部はどうなっているのか作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にしてものを考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ。 私、林博士はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのかと。広し林浜マセティジャパン。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それは イギリリスのブリティッシュミュミージアムに保管されていますで。そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が掘り込まれていると。8頭の長い首の動物が掘られていると。で端の方には二人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあ、この像がですね、 他にもスウェーデンで見つかっていると。そして、この形のブローチというのは、スウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、えーカピ、カピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っている、ま、ものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。 それ、しかしそれは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むとですね、あまりにもその,その内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときにはですね、それがまあ、UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。 まあ、要するに、人間側が UFO の内部を考えるときは人間を標準するけども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の標準とはかけ離れているときには、それが UFO の内部と理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉を、まあ、引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの私、私たち考える、なんて言いますか、UFO の内部とは、 かけ離れているってことなんです。ですからこれが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にも、まあ抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用説明していきますけども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ私たち人間が考えるですね、まあ、 いわゆる、まあ、飛行機、あるいは宇宙船の、えー、操縦席、あるいは操縦、あいう内部とは違うということなんですよね。要するに、簡単に言えばそういうことなんですよ。周、まあ、りこと言い方しましたけどもね。要するに、で、これが何かということを逆に考えていくわけですけども、まああ、大英博物館って、ま、美術館の方ではですね、ブリッジミュージアムの方ではこれをですね、動物と、で、橋等の動物が、まあ、掘り込まれてるってわけですね。しかし、これ、 極めて精緻な、あの、ブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ、あの、5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、まあ、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で、指が3本ですね。で、この3本指というのは、ま、全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば、ああ、甲府のね、県立高校博物館にあります、この、えー まあ、土偶ですよね。これも三本指なんですね。で、これから三、これを三年ほど前に見つけて私は大変驚いたんですけども、ね、三本指なんですよね。で、もちろん顔には、あの、お面をつけてますからね。マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目が散り上がっているところなんかは同じですね。これはあの、アメリカのトリンギット族の、あ まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけど、まあ、やはり目が釣り上がっていると。で、この目が釣り上がっている顔というのは珍しくないんですね。まあ、やスてカーでも見つかっていますし、えー、全世界で見つかっています。でちょっと並べていますがね。で、まあ、このコンセプトと言いますかね。まあ、全世界でこうした釣り上がった目の、あまあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその、 掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。というま視点で考えるべきじゃないでしょうかね。えー、このようにま共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということはまあ、その証拠の一つと言いますかね根拠の一つになるわけですけどもいかがでしょうか。でその中のこの中で特に今似てる今のあの 見せお見せしましたのがの、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで並べてみますと、比べてみてくださいね。で、まあ、これがあの、マスクをかぶっているかどうかということはわかりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですからこれはまあ、あの、人間というのはちょっと無理がある。三本指で、えー、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、あの、しかも、 まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れてますけども、そうした、その、時期にこれが、まあ、作られているということなんですよね。まあ、そうして、まあ、状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ,あ、動物でありということ、動物であると判断するのはちょっと無理があるじゃないかということなんですね。となると、これは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、あの、 問題になってませんし、まあ、外からね、あの、撮った写真ばかりが目立ちますけども、実は UFO のナイフもこのように外に漏れ出ているということになります。で、このゴットランドという場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、えー、線を、ラインを見ていただいたんですけど、こっち、ここにロゴットランドがありますね。で、エイブベリーがあると。で、ゴットランドとエイブベリーの新直線上にウエストポールとイストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、エイブベリーというのはまあ、 非常にこう重要な、なんかこう、一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあこうしたものも見つかる。で、この、別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ私は UFO とは判断していますがね。あの、頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これと、まあ、 ちょうどね、楕円形って言いますか、形も似てますかね。で、私は、まあ、こうして、あの、二つ合わせてみると、まさに UFO の外、外と内部ということになるっていうふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあ、これが私の林宏氏の考える、まあ、UFO の内部っていうことになるわけです。 まあ、まりにもね、あの、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じがたいんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、あ,あの、逆に UFO の内部を考えるときには人間っぽいものを考えてしまうということですね。まあ、ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。 胸にかけるんじゃなくて手にこうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう推進装置のものがあって、これはあの長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それもこれも動物ではなくて、まあ椅子と言いますかね、椅子というかな、わかりませんけども、まあ別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあイエスかイエスでないかってことになってくるわけですけども、動物か動物でないか、あるいは言う、まあ、いわゆるね、 人間が、エリアンかエリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これは、あの、アステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、蜂のようなものがある。その中心には、まあ、このようなものが彫り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもうお分かりですね。 エイリアンですね。エイリアンが、いわゆる、ま、そこの鉢から顔を出しているところを表現したものと考えられて、考えます。で、これが、ま、同じように見つかっている、ま、アーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけどもね。同じようなものがですね、実はですね、静岡県の岩田市でも発掘されています。で、右下がですね、カーと傘型刃にということになってますけども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね。またそんなものを作る必要もないし。 まあ古代人がそんなものに何かの重きを置いたというふうにも考えられないわけです。となるとこれは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命とて言いますかね、懸命に作ったということです。まあいわゆる点からね、このようなもの来ればですね、これ自体を神だと思ったと私はそのように考えています。ですから懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在に今でもあ、ね、人間たちは最高心を、あ まあ、飾りますからね。紙と言えばね。で、この、えー、傘型、埴輪とですね、アステカで見つかった、その UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いというのも、これまた事実なんですね。例えば、ラインの書き方であるとか、あこの線の書き方ですね。ですから、まあ、見たものを、えー縄文人、縄文人ですね。紀元前2200年頃からですからね。こういうものを作って、まあ、飾ったと。まあ、現在それは埴輪ということになってますけどね、古墳時代の。まあ、あのー、 私はこれ UFO。まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけれども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方が無理だということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうのを並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形でですね、まあ連続チェス長っていうかですね、これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そして、うん 冒頭で見せました、あの、奇妙なね、あの、エイリアンが2人、2匹って,待って言ったらいいのかな、乗っている、えー、乗り物も、まあ、そして連続性を持って繋がっていくということです。で、これはですね、北海道で、あの、目撃された UFO というふうに私は理解しています。まず、あ、これをですね、えー、北海道の元新聞記者のあ、報道記者の方が届けてくださいました。で、これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういうふうに繋がっていくわけですね。で、その内部の、 様子の掘り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドは、あの、エイブベリーと繋いだ直線上にあるということですね。こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としてはこれは私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね。の内部の内部を聖地に掘り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。 まあ、繰り返しになりますけども、人間が、まあ、UFO の内部として描く、まあ、様子とはまるで違う。違うがゆえに、これが UFO の内部とは理解できないということでもなるのではないでしょうか。まあ、これだけのものをね、掘り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあ、こうしてね、あのー、まあ、三角座りしている、え、エイリアンらしき、え、人物像も掘り込まれていると。まあ、これは、これ、これも椅子か何かだと思いますけどもね。 少なくとも動物、アニマルといね、あの、説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルという,ふうにはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で、三本指であると。で、これはあの、日本で見つかったあの、金印ですね。あの、福岡県で見つか,見つかっている金印を上から見ると同じ顔がで浮かび上がってくるんですよ。まあ、それともかくとして、それは金印のところで説明しました。で、こういったものが見つかってきたと。 で、一番近いと言いますか、ね、いろんなあの想像図などが書かれてますけど、私その中で3枚選んでみました。これはあの、芸術家と言いますか、ね、アーティストが書いた、UFO の内部、UFO 宇,宇宙船と言ったりのか,かもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトと言いますかね、漢字が似てるということで、最後に皆さんに紹介しました。あいかがでしょうか多分こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、今日のこの動画は終わります。 皆さんにUFOの内部をまあ見ていただいたというよりも想像していただきました. Bye for now. Hello, this is Matabe and Hiroshiyashi, Japan. Strange artifact in mire: a robot or a god? Here in this video, I would like to show you many strange artifacts discovered in mire. And this is one of them which Matabe-san, a friend of mine, lets me know. Matabe-san asks me if this is a robot or not. But I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It may be, though I can't definitely say it is so since there is no evidence to prove it. But we can enjoy a sort of fantasy, and it is more often enjoyable to think it is a Robert in Maya than to think it is not to be correct or not to be correct is not so much important in many cases when we are examining ancient history as independent thinkers I mean whatever it is. A more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for o a future by understanding our ancestors better.I believe this is the a s y c h o l o g y a m I w r o n g マ a t t a b e e さんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、 ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、ET にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が、大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかねると、 考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか神なのかはわかりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤには、 この種のアーティファクトがあまりにも多すぎます。一つずつの謎を解いていたら、それこそ一年あっても足りないのではないでしょうか。大切なことは、要するに楽しむことですね。なんだろう、なんだろうと思っているだけでもワクワクしてきますね。そのワクワク感が、こうした謎解きでは、とても大切なことだと、 私は思います。ということで、前で発見されたアーティファクトを今皆さんにご覧いただいています。つまり、あまりにも多すぎるということです。まあこれらがですね、当時の人間の、いわゆる空想力ですね、イマジネーションだけでできたものと考えるのは、私は無理があると思います。縄文、土器、土偶もそうですけども、 古代の人々は逆にですよ。未来の私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に、懸命に見たものを作った。と私はそう考えています。まあそうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで続くビデオ、少し前に作ったものですけども、 どうかご覧ください。Thank you very much, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounds for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounds, or so-called tomb mounds in Japan, are not mounds for tombs. But landing places for U.F. wars, most possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs. Much afterwards in the history, it circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so. In Japanese, Nihon no 墓として利用したかもしれませんが、少なくとも墓ではありません。古墳、特に前方後円墳は古代の神々、つまりエイリアンたちの乗り物、つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着体でした。そのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明します。まず最初に、 UFO という言葉が一般化する前は、私たちが UFO と現在呼んでいるものは、亀と呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺で亀が祀られているのも、その流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。 で、これが、それです、えー。これはあの、メキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら、正しいのでしょうか。で、右の方を見ますと、どうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似てると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながって、 いるのではないかと私は考えています。で、こうした、まあ、亀信仰がですね、まあ神社や寺に残っている。ということなんですね。が、様子がどうもおかしいんですね。中には亀らしき、亀らしい亀もいますけども、まあこうして信仰されている亀は耳があって、まあ口があって、歯があると。まあそういった雰囲気なんですね。で、これなんか特にそうですけども、亀,亀の上にですね、神様が座っている。 あるいは、菩薩が立っている。ということなんですね。ということから、私は、昔の人は、UFO を見たときにですね、カメと呼んでいたのではないかと思います。で、これが、前で見つかった発掘物。下が、日本に残っている、まあ、見られる、カメ信仰ですね。で、この、左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね。カメの顔。そして、この、 操縦の仕方と言いますか、乗っている様子が大変よく似ています。そしてこの作り方のコンセプトまで似ていますから、まあ偶然といえば偶然ですけども、それに耳らしきものも表現されています。まあこういうものを見て、古代の日本人たちは、カメカメと言ったのかもしれませんね。あくまでもその可能性があるということです。で、日本にはカメという名前のつく地名、町、市がたくさん残っています。これは宮城県の 市ですまあ、今まで縁のあったところをいくつか選んでみましたでこ,こはですね、まあ、先ほど調べてみましたら、どうもこの辺りは沼なんですね。黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆる UFO っていう、という亀とは直接結びつきませんでした。ただここには、大変こう奇妙な横穴があります。 やはりお墓ということになっていますが。で、次に今度は、えー、三重県の亀山市を、調べてみました。でここもですね、まあ、亀山市ということですから、亀と関係がある。なおち UFO と関係があるのではないのかなと思って調べてみたんですけども、直接それをつなげる証拠は出てきませんでした。まあ、代わりにですね、ここは山とたがですね、最後を、まあ、 ここで終えたということでですね。まあこうした大きな前方後円墳が残っています。まあそういったゆかりのある地だということですね。で、まあここも調べてみましたら大きな昔沼があってね、虎来人が亀を、まあ、あの、連れてきたと。だから亀という名前がついたというのも言われています。これが山と岳のその像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。 で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ話、証拠というのは出てきませんでした。まあそれは無理もないんですね。まあそうした証拠が、でもそれ以前の話ですからね。UFO を見てカメカメと言ってたのはその以前の話ですから、そうした証拠が、まあないからといって、まあそうでないとも言えないわけですよね。そして、まあこれが、あ広島の農家 高知にあります。まあ、農学高知のことを亀ヶ丘っていうんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この農学高原の、まあ、頂上付近にですね、こうした、あ大きな、まあ、 岩倉があった。それを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った。そして、その岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところが、その後、そのホテルが倒産して、現在、まあ、こういう形で残っている。この、農川高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑に、も組み、組み込んであると言いますかね。組木のようにして、まあ、あの、組み込んであるということです。 これはあの、下の台座に合わせて上の岩を削って、削ったり割ったりして、このようにして組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右ですね。右と下が、まあ今の上、左上の岩倉を反対側から見たものです。でもこの 岩から見ますと、今度は前の、右の方、もう一つの側面を見ますと、この綺麗にこの、なんて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ、説明書きによれば、1万年以上前に、人工的に作られた、築かれたものであるというふうに、まあ、説明しています。まあ、これだけでは、まあ、本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、仮面顔かといえば、 なんといっても青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の社光機土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあこうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。 今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあそれは大変驚くべきものでした。まあこれからそれをまあ皆さんに紹介しますが、この後に出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。 まあ、一応、メキシコ政府が公開したものということで、えー、信憑性と言いますか、信頼を置いているものですけども、マヤズ・ヘダエイリアン,ン・マヤ人は、エイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう大の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三聖体遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に、 似てるものが、を思わせるものもあります。で、こうしたものが発見されてるんですけども、あまりにもなって言いますかね。あの、現代風でってか、現代私たちが UFO というものに告知しているために、えー、いくらまあ、メキシコ政府が公開したとはいえですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは、怪物というふうに説明されています。 確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見された、公開されてるんですね。で、これはまあ私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあ、これは誰が見ても UFO なんですよね。まあ、これをサラダとかなんとかという方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまにおいて、サラダっていう年をよね。まあ、ここに今、その、エイリアンらしき人物の像が彫り込まれています。 で、これとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことがわかります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうかということで、今お見せしました UFO。まあまあ、UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと、面白いですね。まあ、明るいところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。 えー、線、線で書いてありますね。同じですね。えー、斜線でこういう風に書いてある。表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が u f o ということになれば、上も当然 UFO ということになります。 違うでしょうか皆さん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO。そして左右に階段が描かれています。そして下には階段の横筋が描かれています。となると、もうこの階段言うまでもなく、これはマヤに一般に、未積で見られるピラミッドである。 っていうふうに考えられるわけですね。横から見ると確かに階段になっています。そして、えー、中央には横線の階段が刻,刻まれています。で、これは私は、まあ、この二つのことからですね、これはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しました。もう一度繰り返しますが、ここが重要です。 ピラミッドの上に着陸してると言ったら正確なんでしょうか ?UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェン・イッのあのピラミッドです。91段あるんですよ、まあ。ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうかとなると、この、まあ、ピラミッドはあ UFO の発着台だということになります。 で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあ、もう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。その、それが描かれたレリーフがある。そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあ、これ、上から見たとき、これはまあ、日本の前方公演ですね。同じコンセプトでつながっていると考えるのは自然だということですね。まあ、 まさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これは TOT 和間の月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり上から見た形を前提として作られているということですね。ギザーのピラミッドにしても光です。そしてもっとはっきりしているのが、ボロブドゥールの ピラミッドです。上から見ると、まるで、的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ、空を飛んでるエイリアンたちは、地上を見ながら、えー、自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンの、これは、あの、ピラミッドです。そして、上から見ると、やはりこのように見えます。的当ての的のように見えますね。 日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱりわかりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見た、見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡に、あに発掘物ですね。 これは、ピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした、まあ、遺跡はですね、UFO の、まあ、発着台だと考えるのが自然だと思います、ね。なあち、空から見た、見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の人たちは、わあ亀だ亀だ亀だ楽しいですね。亀が飛んでるぞーってね、叫んだのかもしれませんね。 仮に見えたのでしょうね。頭もあり、尻尾もあると。とこの頭と尻尾は私が、あの、つけたものです。そして、下の、まあ、左下の、これが、まあ、前で見つかったぞそれと同じものが右にありますね。まあ、ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして、右の方はですね、えー、今言いました、前で見つかったものです。そして、それが、まあ、これは下は、あの、 表記和感のピラミッドですけども、こうしたものが10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、と言いますか状況を証拠的に考えるならば、前方公園墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、亀、亀が空から飛んできてですね、わー、亀だ亀だで、亀がゆっくりと前方公園墳の上に着陸しました。 楽しいですね。その、まあ、コンセプトが、現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけども、繋がっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してください。と同時に、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。